浮き沈みを共にしてくれるで。私は町絵師になります。浮世絵師になります。傾城梅女の肌といえども無情な因果として習俗と共に生きる彼らの絵心に深く打たれました。はしたない町の浮世絵師などに。いや、おさえすみになってはなりません。町に生きる女を手本として己が情も命も打ち込んで描いている。あの真剣な心持ちはめったに見られるものではございません。やれ。課長には課長に刀、山水に岩を拝するには約束がいる。絵の具を解く心得る作法流儀だ。もう拙者は先祖のしきたりばかりを追う重箱に詰められたようなお絵師の暮らしがつくづく嫌になりました。父が許しはいたしません。そこをたったとおっしゃれば破門になりましょう。あなた様のお家は戦国のご金をお取りなさるれっきとしたお旗本でございます。さよう。私の父とて感動するに違いありません。それも承知。身分が位が絵の値打ちを決めるもんではございますまい。それでは私どものことも捨ててとおっしゃるのでございますか。勇気を捨てても浮世絵師になろうとおっしゃるのでございますか。あなたはもっと良いご縁が。嫌でございます。嫌でございます。英才、出入りはかなん。下がれ。では、お別れ申す。戦国の淵も捨て、刀も捨て去って軽々といたした。しかし、よくそこまで思い気になすった。今度は足の方が感心しましたよ。何を言う、師匠のおかげで生きた絵を描く目を知られたのだ。お主のごとき名士がかような粗末な画質に。金ピカの道具立てがなくちゃ描けねえような絵描きなら絵描きじゃございませんよ。しかしなんですな、そのお嬢さんってのはお気の毒じゃございませんか。雪江殿もやはり古い古い唐絵の女だ。型は師匠に教えられたような生き生きとした情けってものはないのだ。
北川殿、あれだあれだ、あの花魁の入れ墨を見に参ろう。うん、よますの、いつでもお供いたしますよ。まったく美しい肌だった。うんよ、うん、タケ、お、シュ、キタさん、タケさんが私を女房にするって言ってくれたんでござんすよ。タケ、いいのか。なんですって、なんですって、タさん。いや、そんなんだ、似合いの夫婦だよ。それどころじゃありませんよ、師匠、大変でさ。照れなくたっていいやな。冗談じゃありませんや。カワソでオイラが駆け落ちをしたんで。うん、相手をまあ誰だと思います。沖田がほの字の我が旦那でかって。あの絵をしょったまま逃げてしまったのか。師匠や軍事親分がせっかく打ち込んだ仕事も、あったらドブ川に捨てられても同じことでさ。あれはただの絵犬じゃねえ。恋もし泣きもする人間の肌だ。それは最初から承知なはずだ。おいらが誰と駆け落ちしようとそんなことは構わねえ。まさか真珠なんぞしやしめよ。この線香堂のせわりっていうのはよっぽど名誉になったらしの手を心得てると見えますね。そりゃね、翔さんは何とも言われない優しいところがあるんだよ。あんなに言われたらどんな女だって、そりゃ油断も隙もありやしで。だからしゃおしんを女房にすることに決めたんでさ。おしんなら安心だ。私は定女だもん。誰も相手にしねえからさ。なんだって。いやいや冗談だ。なんだって。冗談どうして若旦那は来ないんだ。じれった。若旦那、若旦那って。姉さん、歌間の師匠を大切にした方がおためですよ。お前さんは何も知らないんだよ。歌さんは私が好きで来るんじゃないよ。姉さんでなくちゃ誰だとおいなんです。女さ、ただの女さ。歌さんは女の生き量を追っているのさ。生き量。おや、噂をすればかん。いらっしゃいませ。いらっしゃい。おきた、別に変わったことはねえか。おかげさまで。そうか、それはよかった。あ、今日から俺の悪手になった千之助さんだ。何分ともによろしく頼むぞ。色気のね、挨拶だね。おきた、千之助さんにちょっと待ち言葉でも教えてやんね。ついでに恋の手札も一緒にね。それは銀座の若旦那に聞いてちょうだい。今日はこれは銀座一丁目の神戸屋千光堂の息子正三郎というの色男と、当時入れ墨を選んで評判の大文字屋の高袖と駆け落ちの一件。さあおめえさえ見せたい。さあ終わった反抗罪は五文じゃ。さあ五文じゃ、五文じゃ。入り山形に二つ星松の位の高袖太夫、通い慣れたる銀座二丁目の神戸屋千光堂のせがれとなじみ、五月六日の虎の刻、添え目の。あ、さあこと明細明細。あ、わずか半光代は五文じゃよ。さあ、五文だも。若いさん、その読み入れはここが張ってるか。今出来たてのほやほやです。そっくり顔じゃないか。え、いや、もうみんな一緒ですよ。分かってるよ。これでいいんだろ。どうもありがとうございます。